さ、気になるやつだ。え、すげー、めっちゃすごい、なんか TikTok とか流れてくるんですよ。え、でもそうだよね、クロワッサンって、すっごい硬いの。だからちょっとまあ今日は昼夜1部2部あるので、これはねえ、かわいい遠足やん、ほんまに。え、マジでお菓子めっちゃある。え、やばい、駄菓子買ってるやん。え、待って、すごい、え、今日買ったの。え、いや、なんかゲームセンター好きでいっぱい取って、そっか、持ってきたんですよ。すごい、え、待って、すごい、すごい。え、これってもしかしてあのこういうやつですか。え、そうです、そうです、取りました、取れないやつだよ、うちら、うちらが、うちが取れないやつ、うちが取れないやつ。すごい、めっちゃお菓子、お菓子屋さんぐらい持ってきてくれて、すごい、遠足やった、ほんまに。プラハより遠足な方がいたわ。かわいい。次、男梅ね。え、男梅大好き。え、同じ。これシートンのやつなんですけど。食べたことあります？いいよね。え、美味しい。酸っぱめだよね。え、そうなんですよ。めっちゃ食の好みなんじゃん。え、やばい、めっちゃ合うわ。どうしよう。嬉しいですか。男梅。僕は。じゃあ、マシュマロ？大丈夫、はい、300円までだけど大丈夫。あ、そうなの。遠足って300円までですからね。超えてるから。めっちゃ出てくるもんね。これだけで200円するじゃないですか。男梅で、そうなんですよ。これもこれはなんか梅のシーツ、梅ベビーシーツ、ベビーシーツ。やばい、スラハも負けじとお菓子いっぱい持ってた。嘘。これなんか地球の、私全然ないんだけど、パフェ参加できないですね。うん、聞いてる。これは卵ボール。酔い止め飲んだよ、もう。マシュマロ。お家でご飯もう食べた。なのに買っちゃった。私の好きなの。でも今がいっぱいある。今日は移動時間が長いプラスね。一二分あるのでいっぱい食べないとなの。そうだよ今日。動くので、お家が必要です。本当に。なんか可愛い帽子。これは大好きな方と。また紹介しますよ、メールとか。おはよう、かわいい、ビールのやつで、おしゃれ。今日はどんな髪型にしようかな。髪切ってから、髪は気をつけて行ってきます。頑張ります。いっぱいあるでしょ。今日先輩にも配る。爆睡でした。ちゃんと24時回る前に寝ました。水も持参しました。いいろはす、メントいいよね。そう、めっちゃあるね。こんだけあってもまだいいよね。じゃんじゃんじゃん。そうだよ、こんだけあれば多分ね。気をつける、いっぱい寝ます。移動中寝ます。本当に移動中寝ます。私の睡眠時間ほんまにやばい、自慢できないぐらいやばい。オールじゃん、ほぼ。ほぼオールです。え、聞いてください、ブログのやつ計算終わりましたよ。私ズレの計算、やっぱり2019年の6月19日のブログが提出できていなくて、酔い止め、酔い止めのそれ以外は全部提出できてました。ない、あのなんか日数が、な数とか何日目とかが、え、私はオール、めちゃくちゃずれてたんですけど、なんかマネージャーさんにちょっと綺麗にしてみた。忘れた。でも酔い止めを飲みました。でもバンド忘れた、バンド。トゥク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 。そう、今日はね、もう起きれないって分かったからオールしたかった。バンド忘れたからバンドした。オールしました。課題からのオール。え、そうなんですよ、課題こちらまでにオールして、すごい。俺だから逆に金かも。思ってる、やだ。30分ぐらいはでも寝ました。いや、私は24時前に寝てた。大学生だったよ。パパは最近歯ぎしりをする。自分の夜ね、歯ぎしりをする。ユイのオールって聞かれて、なんで疲労じゃん。そう、お
起きれなかったら怖いから電話かけてって言ったけど、結局その電話をかけてって言われてる時間には起きれたって言って LINE 来たからかけずに済んだ。みんなで起こし合って3期生はよく朝の集合に間に合わせてるから頑張った。計算頑張った。でもそうしてくださっている方とかいたんですよ、返信とか見たらね。申し訳ない、全部自分で頑張ってみた。自分の目と手と、おはよう。そう、移動で寝ました。ちゃんと移動時間長そう。今日は6月福島県ネックピロー6月使うからこれで寝れるかなっていう。言うなら起きれた。そう、 LINE が来たから眠たいすぎる。今日は無駄だよ。徳島でも一周回ってなんか目覚めてるんだよね。怖いよね。今日は一部二部あるのでちゃんと寝ます。移動時間でもご飯食べたら多分すぐ寝れるので、またどうしようかな。もうすぐにでも寝れそうです。新潟、うん、6月のパセリ、ね、来てくださる皆さん気をつけてきてください。今日ねちょっとね朝ね地震があったそうなので気をつけてください。本当に大丈夫でした。私は大丈夫でした。配信できてるからなんで気をつけてください。瀬戸内であったのでね、気をつけて。あ、そう、 MV 明日公開です。さん、もう正座待機お願いします。21時そう、メイクさんに髪型してもらえるからどうしようかな。お出迎えはいません。今日は配信ありません。現地の方のみです。現地のみ。もうだってさ、関東から来る方とか起きとかないとだもんね。逆にもう乗る。普段あんまり飛行機とか。確かに。ずれちゃいそうな感じでも。まあ多分もう難しい。当日に行くのは難しいと思うかもしれないんですけど、当日券販売中なので。お待ちしてます。個人的には2部がおすすめです。切る。そう、今日は髪型も1部も2部も出演はするんですけど、まあ2部のが多いかもしれないかなみたいな。待ってます。よろしくお願いします。待ってる。気をつけて来てね。気をつけて。明日は配信あるよ。羽田空港に向かうって方がいるからさ、こりゃもしかしてバッタリか。待って待って。そんな方同士が相手だから見れるらしいから、 SA のグッズぶら下げておきましょう。でさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9個待ってます。 AKB さんからポテトクレープさんの最初の曲はさ、1曲ずつやるじゃないですか。桜の花びらって大好きで、私あれをねオーディションで歌ったことがあったから、そう、あれをね振り付けで裏でね踊ってるの。そう、ルンルンで。炭水化物あります。あの、これ違うの。今日はお昼も夜もお弁当があるから朝は控えめです。しかも朝普通に家でご飯食べてます。飛行機はしてるので普通に食べてるから大丈夫ですよ。アナウンスが長いかもし、今日はこれからはただ移動で寝るのでもう控えめなだけです。食べてるものを全部紹介してるわけじゃないから。食べてます。めっちゃ充電がスマホで撮ったりとかあると思うから充電はしてきてね。私はよく充電なくて、ね、メンバーの朝の早いけどファンの方も早い、それ以上に早いね。物販とかもあるからね、新グッズ。待てばー、まあ、新グッズって言ってももう販売はツアーグッズ。今日はね、ペンライトは持ってきてないよ。持ってこればよかった。かわいすぎるやろ。バッテリーは持ってきた。バッテリーっていうか充電器とイヤホン持ってきた。でも先輩方の花だれ公園と見学行った時はちゃんとペンライト持ってくよ。フードね。そう、ボサボサだからフード。桜
業公演の時ペンライト振りながらさ2曲目とかでもう泣き出してさ。ご案内メール、なんだご案内メール、自己紹介メール、自己紹介メールは毎月3日です。メール継続してます、ありがとう。そう、徳島初めてありがとうございます。本日の座席お待ちしてます。あの画像に印、座席の画像に印がついてるとても嬉しいです。あと私のペンライトは赤と緑なので、シャラさんよく金額いくつもいらっしゃるからね。そうだよね、マジでね、2回ぐらい会いましたよね。めっちゃ話してくれる。そして嬉しい、この間タクシーを出していただいても本当にありがとうございます。もう全然です先輩、大したことなかったんで。先輩、お、徳島行くよ、待ってます。待ってるよ、嬉しい、おめでとう。お、15分テロップ出た、ありがとう。今日朝で先輩との写真撮りたいね。15分撮ろう。あ、え、いいですか、撮りましょう。え、撮りましょう。え、撮りたい、撮りましょう。やった予約がもうできちゃった、嬉しい。じゃあ文字を読んで終わります。10年前春のトンマツイさん、16位ワンタさん、15位シオニーさん、14位高野さん、13位福さん、12位まっちゃんキューさん、21位ももさん、10位キピシさん、9位ぐまちゃん、8位おしずしさん、7位ポッピさん、6位レグルさん、5位ラプリンさん、4位スプーマンテさん、トップ3、3位ヤシミさん、2位ヤマシンさん、今日の1位はたかしさん、ありがとうございます。で、私はもう配信を切って準備をしますので、皆さんも待ってます。じゃあまた後でバイバーイ。夜は配信できないから多分また明日の朝です。バイバーイ。ありました、あの、お疲れ様でございます。お疲れ様です。水買いに行こう。ありがとう、うん、頑張るよ今日も。そたろう、もうあるか、うん、いいよ、先に。ありがとう、いつも、うん、できない。それでは今日は、うん、後ろで、ああできないの悔しい、やっとくね、ここで。では行きます。13位しんいちさん、12位かずのりさん、11位こかじやさん、10位かずのしんさん、9位しんちゃんさん、8位まるさん、7位かいちゃん、6位とにさん、5位ぜっとさん、4位かつおさん、3位ゆうたくん、2位ぷーさん、1位 G2 さん、ありがとうございます。今日は酔い止めのバンドを忘れてしまった、悲しすぎる。それでは誕生日でございます。13位かつぽさん、12位とこすけさん、11位ひたち3号さん、10位ひろさん、9位サイダーさん、8位たむたむさん、7位大崎上島のかずさん、6位スパラさん、上位たかさん、4位カイトさん、サイヘルムビーゲさん、2位オリクさん、そして1位はエスティウサギちゃん、ありがとう。わあ、ありがとうございました。ありがとうございます。本日は7周年ツアー in 徳島県、一部二部よろしくお願いします。配信はなくて当日券はありますので、ちょっとでもね、車で行こうかなとか、あ、ちょっと飛行機で行けそうとか、新幹線とか画角が下すぎてって方待ちしてます。あのね、ペンライトが似てる方がね、まひなさんなんですけど、でもこの前めっちゃまひなさんのファンの方にレス送っててペンライトが似てることがあって、なので、うん、あの赤と緑、絶対に赤と緑で、あのアスタグ空通信で座席をポストしてください。だからね、あの練り歩きだったり、まあ、お見送られ会とかで、まあ、近くに行けたりしちゃうかもみたいな感じなので、よろしくお願いします。かーもね、よろしくお願いいたします。徳島楽しみます。いい、おはよう。そうだよ、今日まひなさんの地元だから、もう絶対、まあ今日私のパーナイトたくさん、あ、違うってなりそうだから今日もあのちゃんと目をギランギランに光らせて頑張りたい。ギランギランギラン。それでは、はい、配信を終了します。終了します。ありがとうございます。今日は夜が多分できないので、明日の朝か夜かになると思います、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。明日の予定はちょっとまだわからないので、予定も見て
予定未定なので朝か夜かまだ分かりませんが今日はもうないです。はい、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。